藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。さあ我々はなんと今タイに来ておりますよ。寿司ボーイズのタイ支部、ヤマトです。ヤマトです、サニカープ、どうも。今回もヤマトの20周年のライブに我々、はい、そうなんですね、招かれて、はい、そこでネタをやるということなんで、はい、まあ、そこでいろんな DVD のね、特典映像とかも撮っちゃおうとか、はい、そうですね、せっかくなんで、ならば寿司ボーイズのいたずらも撮っちゃおうということで、はい、藤山ね、今ねマッサージにハマっておりますから、すき焼きとマッサージ行っておりますね、はい、で、あと30分後に、集合なと言ってあります、はい、それは何かっていうと、もう、あらかじめね、藤山がまずタイでやりたかったこと、はい、一番最初に上がったのが、はい、プーパッポンカレーを食べたいと。もう断るごとにプーパッポン、プーパッポン言ってたから、そこでもう大和には頼んでおいたけど、そうですね、はい、藤山とプーパッポンカレーで早食い対決をしたいと申し出てるタイの YouTuber がいるってことにしてくれてるんだよね。そうですね、はい、思ってる。用意してくれたんでしょ。はい、ちょっとタイ人友達の方をね、呼ばせていただきました。ちょっとじゃあ紹介してもらっていいですか。はい、その方、じゃあすいません、EK バキサー。どうも、イケバクさん。どうも、イケバクさん。どうも、どうも。藤山さん、すごいタイの YouTuber っぽいけど、普通の青年なんでしょ。いや、まあ普通の青年と言いますかですね、実はちょっと恰幅いいじゃないですか。恰幅いい。この方はですね、タイにプロレス団体がありまして、そちらのガトーブランド団体のレスラー。レスラー？そうです。チャンピオン。レスラーのチャンピオンなんですよ。すごい。がですね、ぜひですね、このやりたいということで来てくれました。ユーチューバーではないでしょ。ユーチューバーではないです。ユーチューバーっていう設定にしてもらって、はい、今回藤山に、まあまあまあ、はい、挑戦状を叩いて、挑戦状ですね、はい、そういうことでございます。今回、はい、替え玉も用意してますよね。はい、知ってます。2人ほど、はい、どん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 入れ替わってもらうと。あ、そうですね、いうことですよね。す、あと2人も用意してくれてる。そうです。ちょっと紹介してください。はい、じゃああと2人ですね、ゴーレムタイさん、そしてピーナッツさんですね。すごいの入ってる。そしてこの2人はですね、そのガトームーブの中でバッドカンパニーというですね、悪役なので、ちょっとやっぱり奥の2人は悪役、悪役です。で、今回はチャンピオンと普段は敵対してるんですけど、今回この度にですね、ちょっと今回だけタッグを組んでいただいて来ていただきました、こちらの方で。本来はもう敵味方なんだ。そうなんですよ。ありがたいことです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、見ての通りもう、はい、そっくり。錯覚だから、はい、そのもう順番変えたらあれだけど、はい、徐々にヒゲが伸びてるだけだから。ヒゲがそうですね。段階減れば人ってもうね、惑わされるから。そうですね、だんだんこうなるから。だからまあ藤山一人全部食べるんだけど、はい、お前たちは見てください、今回日本バーサスタイです。あ、もう日本タイ、すごい、もう国旗も用意しております。お、タイランド、こういう形で、はい、もうタイをお三方には背負ってもらい、はい、藤山にはもう一人で日本を背負ってます。すごい。もう国対国になってますから、はい、これで対戦してもらうんですけれども、はい、まあ、だから国を挙げてますから、はい、藤山を応援してください。はい、どうぞね、一生懸命で、途中でね、はい、もう自分はもうダメだ、もう食えないよっていうぐらいまで、まあ、書き込んでもらいますよね、最初に、はいはい、そしたら交代してもらうんですよ。交代してもらうときに、ね、お前たちがこうちょっとこうガードしてもらう、藤山さん頑張れみたいな。なるほど。こっち藤山に行きますから、はいはいはい、でこっちに視界を塞いでもらって、はい、その間にあそこ扉あるから、はい、あそこから自由に行き来してもらって、はい、交代してもらうと。なるほど。ということで、じゅんぐりじゅんぐり、はい、藤山もう食べど食べど、はい、相手のペースに追いつけないみたいな、はい、そういったところでの藤山のリアクション、はい、楽しみましょう。さあ、すごい量のプーパッポンカリーが運ばれてきましたよ。すごい、すげえな。めちゃくちゃいい匂いです。無理しないでくださいね。この辺食べたらもう、いや、ないって、はい、交代して。またあの、3人目行ってももう、2周目行っちゃってもいいですか。ぐるぐる3人回しましょう、うん、さあ、あとは藤山の到着を待つのみですが、遅いですよ。あ、いたの？もう、何？何その T シャツ。かわいい、かわいい T シャツ買って。買ってる。
タイランドのゾウさんがサッカーして。いやあ、彼ですよ、あなたに教えてた今日のタイの YouTuber。 どうも。早食い YouTuber マキです。あ、自分の手、自分の手。どうですか、どうですか。プーパッポンじゃないの。お前が食べたかったプーパッポンでの早食い対決。オッケー。さあ、座ってください。いや、早食いか、でも早そうだよね。これは一応、エビの殻からもう取ってもらってるパターンです。食べやすいですね。エビですか。あ、カニの、うん、なるほど。じゃあバシバシいけると。そういうことですよ。これを食べきるまでの勝負ですから。さあ、いいですか。はい、頑張ってください。頑張ってください。ちょっと日本代表、日本代表ですよ。お願いします。一応俺韓国代表は勝ったからね。おお、すげえ。韓国代表とはとある番組で対決して勝ったと。勝ちました。おーおー。そのもユーチューバーだったよね。そういうユーチューバー。韓国のユーチューバーには勝ってるんですよ。はい。おー。さあ、タイのユーチューバーバキさんには勝てるのか。オッケー。それではいいですか。プーパッポンカレー早食い対決スタート。よっしゃ、行きましょう、行きましょう、行きましょう。こんな中でもいいですよ。始まったわけです。まだ行きましょう、行きましょう。そうだ、行きましょう、行きましょう。味はどうですか。味はめっちゃうまい。おお、めっちゃいい匂いだもん。念願の。ただ結構な量よこれですね。確かにすごいですねこれ。普通3人の4人食べるサイズですよね。早食いする量じゃないよね。まあもうこれ大食いの量だよね。ですね、結構結構な量ですねこれ。あ、匂いめちゃくちゃいい。ちょっと押されてるな。国を挙げてんだからな、藤田。お前負けたくない。負けんなよお前、日本としてさ。走ってもらえないかな。チョップスティック、チョップスティック。ダメ。バイバイ。お前、お前なんか言ってるよ。まだまだ決めるぞと。なるほど。言ってるよ。まだまだ決めるぞって言ってる。おお、そう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 。頑張ってください。そういうやつやってください。これ今の、そうそうそう、そうやってそうやって食べてください。そうやって。そう、でもバキさんのが進んでるよ。全然食べて。バキさんのが進んでるな。早えな、バキさん。ここに来てペースが全然なんか。けペース落ちないよ、バキさん。早いな。あ、すごい、すごい、すごい。こうやりますね、やっぱどの国も。あ、爪のとこめちゃくちゃうまい。うまいって言ってる。減らしてほしいの。うまいって。あ、まだ、また、やんない。なんだよ、これ。なんて言ってんすか、小泉さん。やんない、やんない。箸まで用意しちゃってください。どんどん、お前。え、はい、すごい人情けねえぞ、お前は。どん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 行っちゃってますよ、これ。見たくないですよ、どんどん食べてます。おおおお、なんでペース落ちないの。すごいぞ、こっちタイはやっぱり。プーパッポンへの愛は多分彼のが勝ってる。絶対そうだと思います。こっちはタイのタイ。応援して、応援して、応援して。いや、頑張って、頑張って、頑張ってください。いける、いける。バキさん、こっから、こっから。これはいい勝負だ。ゴーゴー。これマジわかんないですね、どっちが使う。いや、これだってもうスプーン使ったらいけますよ。バキさん、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 イエイエイエイ。レオ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 。すげえな。うわぁ、やばい。いった、いった、いった、やばいよ。結構ね、結構もう3分の2いくか、これ。半分、半分、急いで、急いで、いいね、いいね。5分の3だったら、早食いだから。頑張って。こっちもスプーン使ってる。頑張って。いいっすよ、いいっすよ、めちゃくちゃいい。これはもう一進一退だな。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。負けない、負けないで、負けないで。捕獲なのか、若干バキか。うまい、うまい。若干バキ、うまい。また雄たけびが。うまい、うまい、うまい。こっちも行きましょう、気合い入れて。行きますよ。自分だけのペース、自分だけのペース。バイバイですから、こっちは。自分だけのペース。早いですよ、これ。どんどん、すげえ、すげえ早い、すっごい早い。いいですね、すごい。はい、ゴー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 。はい、はい、ゴー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 。いいですよ、いいですよ。食べ、早い。バキさんが鼓舞した方がいいですよ、鼓舞した方が。行きましょう、自分も鼓舞して。行っちゃってよ、食べましょう。行きましょう。おー、すげえ、すげえ。食い方やべえ。やっぱ腕太えもんな。
来た。あ、でもバキが、バキがいったぞ。急にバキさんちゃん、すごい。どこにそんな余力があるの。こっちもスパート、スパート。あんな条件で食べてたのに。タイマン勝負。すげえ、すげえ。どこにそんな余力あったの。男と男の戦い。こっち殻、片付けましたよ。よっしゃ、殻だ。殻だ。殻を。え、マジでない。バキの最大の敵はヒゲだ。ヒゲが邪魔してんだ、バキの最大の敵は。あれ？ほんとだ。やったやった。うわぁ。ヒゲついちゃった。これはどっちだ？チャンス。やばい、チャンス。チャンスです。ゴー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 。行きましょう。ゴー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 。さぁ。今チャンス。チャンスチャンス。さぁさぁさぁ。どっちだどっちだ？来たねえか、来たねえか。手あげんな。来たねえか。来たねえか。集中集中。集中集中して早く。バキさん。どうしたんすか？レッツゴー。違う人でしょ。え、何言ってんだお前、早く目指さすな。今抜かれてますから。今早く、腹いっぱいだからって水さすなお前は。水さす、早く早く。タトゥー入ってないよ、この。何が手の。タトゥー頑張って、行きましょう。そんな言ってる場合じゃない。頑張って、行きましょう、行きましょう。さあ、やばい、やばい。おう、おやばい。おどうぞどうぞ。チャンスですよ。スタート、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 勝負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 勝すごいヒゲが違うし。いや、剃ってきたんでしょ、今。邪魔になるから。余裕あって、多分。うん、って言いながら。とりあえず、フィニッシュ、フィニッシュ。勝負だから、勝負だから。すっごい脂きつい。いや、でも勝てるか、勝てるか、勝てるのか。きつくない。よし、いけるか、いける？きつくない。勝てるのか？いける、いける。さあ、どっちだ、どっちが勝つんだ。ちょっと頑張って。どっちが勝つんだ。頑張って、タイランド勝つんだ。タイランド、タイランド。いや、いける、いける、これ。どっちが勝つ、どっちが勝つ、どっちが勝つ。よし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 ハハハハハ。愛くるしいな、お前はずっと一人のバキと戦ってると思ってて、負けてると思ってペース上げてた。だってここにタトゥーがないもん、このタトゥーいる。バキ呼ぶ。じゃあバキ集合、バキ集合。バキ、バキ集合、バキ集合、バキ中華中華。バキバキだ、バキ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 よ。この3人とお前は戦って勝ってどうするか。今日はですね、今のところ我々が2ヶ月に1回ぐらいのペースで行っている寿司ボーイズライブをここ大宮ラクーン吉本劇場にてまた開催するわけですが、そのライブの2つ目の企画で藤山にいたずらを仕掛けようということですよね。ちょっとしばらくこのライブ中には仕掛けてませんでしたから、油断してると思います。今日のですね、企画にこちら負けたらハイテンションモノマネ椅子取りゲームというのがありますが、ここでいたずらをしようと。これはどういった企画かといいますと、普通の椅子取りゲームありますよね。あれをやるんですが、まあ1人ずつ椅子に座れない人が出てきます。その人がまず負けると。その人は、ハイテンションで何かしらのモノマネをしなければいけないと。
大体ハイテンションになるって恥ずかしいことですから、はい、モノマネするのも恥ずかしい、ハイテンションでさらにモノマネするのは一番恥ずかしいこと、はい、絶対にしたくないですよね、はい、真剣に取り組みますよね、はい、そこでまあ一人一人脱落していくんですよ。ただ藤山には勝たしていこうと、彼をどん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 、うん、うまく座らせてあげてくれ、はい、でお前たちが率先して負けに行って、はい、率先してその罰ゲームを食らってってくれ、はい、でお客さんなんかも2人ぐらい入れますから、そのお客さんにもこのようなチラシをもう、椅子に織り込んでおりますから、注意書きとして読ませております。絶対に藤山を勝たせてくださいと。で2人の参加者を募り、みんなでやり、藤山を最後のとりあえず2人まで残します。そして残る椅子は一つという段階で、この椅子が壊れていた。藤山のリアクションを楽しみましょう。さあ企画に行きましょう。負けたらハイテンションモノマネイーストリケン。負けたらハイテンションで何かしらのものまねをしてもらおうというコーナーになっております。さあ椅子がですね、今メンバーが僕以外4人しかいないはずなのに5個椅子がありますから、お客さんに2人参加してもらいたいと思いますけど、ぜひ参加したいよってお客さんいますか？お客さん、まずお姉さん行きましょうか。1人ね、お、行きますか、お姉さん。すごい、すごいですね。行きましょう、行きましょう。さあ、でもなんでその椅子取りゲーム、だって負けたらハイテンションモノマネしなきゃいけませんが、大丈夫ですか？それ分かってました。大丈夫です。大丈夫ですか、夏美さんも？多分大丈夫です。分かりました。誕生日、誕生日だからやった方がなんて。今日、はい、すごい。スタート。
勝っぽい、決勝っぽい余裕ですね余裕でやりたいなコンビニアスさあ、いつ止まるのの現れなんだまあ夏美さんがねあんな遠くに行くだから全然行けるなと思っていた恥ずかしい恥ずかしいね一番恥ずかしいこの見方じゃないのみんなにもう陽気にヒュー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 やってる陽気にヒュー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 からの椅子ごけはもう一番恥ずかしいからねすごいおどけてたもんね今日は我々、寿司ボーイズの本拠地、寿司ベースに、やってきておりますね。はい、ここでですね、我々が、闇営業のためにやっているトータルテンボス。その後の全国ツアーの、打ち合わせですよね。この1時間後に藤山には、言ってありますから、後々来るんですけれども、どんないたずらかというと、先日我々タイに行ってきましたね、はいはいまあ、こちらでもタイの動画いっぱい出してますけれどもその時に、スイカスムージーをタイ支部のメンバーヤマトが勧めてくれたから、はい、みんなで飲んだんだけど、はい、みんなで美味しい美味しい飲んでたので、はいはい、気づいたら藤山一人だけ浮かない顔してたよね、はい、あんまりハマってなかったでしょ、はい、スイカがそんなに好きじゃないって言ってたよね言ってました言ってました悲しいよなスイカが好きじゃないとか、はい、同じメンバーでなんか同じものを美味しいって分かち合いたいのにさ、はいうん、あいつだけちょっとスイカ好きじゃないみたいな空気がちょっと気になってたんでね、うんはい、なんかスイカ好きになってもらおうかなって思ったんですよってことで、後々藤山来ますけれども、うんまあ、なんかこうタイミング見つけて彼の iPhone を僕こう盗みますから、うん、その iPhone がスイカの中に入ってたら全く分かりませんよ、イメージ、うん、ほとんどイメージついてないですけどとにかく彼の iPhone をスイカの中に入れたいんです、はい、で、どこだどこだなってスイカの中にあるってその大事なものがスイカが守ってくれるみたいな、はあはあ、そういう感覚になれば彼もスイカが好きになってくれるんじゃないかなってなんとかかき揚げはさ、はい、ちょっとこうiPhone を手放す環境を作ってほしいんだよなあの彼ほらゲームのために iPad を最近持ってるでしょあはいはいはいで iPad ゲーム用でやってるじゃん、はい、iPad に集中すれば俺行きやすいからあ分かりました、うん、その間にちゃちゃってスイカの中入れちゃうんで全くイメージ湧いてないと思いますけれどもちょっと楽しみにしておいてください藤山が、iPhone がスイカの中で鳴った時のリアクション楽しみましょうぐらいでそんな来てるだから結構どうもどうもおはようございますどうもと小一いや口で言ってくださったらめちゃくちゃ早っかしゃよいしょ
今時間ありますか、うん、もうすぐ始めますか、なんかもういいですよ、ちょっと待ってるから、いいですか、ちょっと藤田さん、ゲーム選別戦始まっちゃってるやけど、あ、選別戦、はい、ちょっと今あの2人で対戦する、協力するタッグプレイみたいなのがあるんですけど、それをちょっと今始まっちゃって、藤田さんとご一緒にできたらなと思うんですけど、時間があれば、はい、10分15分ぐらいハードモードやりたいんで、あ、ハード、エクセレント、エクセレント行く、じゃあ、買い出しでも行く、あ、行ってきましょうか、じゃあ、はい、そうだね、あ、わかりました、今結構お腹空かれてますか、皆さん、あ、食いたいな、結構お腹空かれてますか、乗るまで20分かかるだろ、あ、かかります、うん、じゃあ行ってこうか、あ、小村さんも、うん、俺直に選びてーし、わかりました、まあ、配点がなかなか溜まっちゃいますよ、俺も、お前、はい、行ってこい、はい、あれ、じゃあ、そのつもりで行ってこいかしら、崩し勝手だろうな、うん、はい、はい、黒オーロン、黒オーロングピー、ウーロン茶、黒ウーロン茶のことですかね、うん、あとなんかセンスで、はい、はい、結構できそうだな、はい、10分ぐらいじゃないですか、よし、いや、これメンバーが重要なんですよ、重要だな、はい、よし、ちょっと何行く、よし、やってやりましたよ、ちょろいもんですわ、さあ、早速ですが愛してやまないんですね、寿司ボーイズを寿司ボーイズを愛してやまないんだ彼は。スイカの中に入るから結局鳴らすよね。そうですね。やってきたらスイカにしとこうか画像。これでいいでしょ。ね、名前も変えとこうか。スイカに。スイカから来てるよ。吉本のスイカってどういうことですか。吉本所属の勤務先吉本って書いてある。いいですね。着信着つつむしだ。いなあ、綺麗。めっちゃ綺麗だな。美味しそう。肉なじませしよう。果肉っていうか馴染むからね。半切りで売ってる状態ないでしょ。あ、なるほどね。あるよね。頼んだところですよ。わかりました。じゃあ戻ってみましょうか。結局必殺技で体力削ってのパターンですか。うん、あれ？カウンターはあんまり使わなかったですか。カウンター一回も使ってない。カウンター来ねえからな。フルスバックできた。近くにあったね。あ、本当ですか。うん、僕もそのメンバーのパーティーでやる。勝ちたいな。いや、こいつ、あ、まあ、まあ、まあ、強いです。おい、お疲れ様です。何それ。ちょっと、飲み物と、うん、あとセンスって言われたんで、うん、ちょっとセンス爆発させてみました。え、スイカ、はい、あったんすげえな。いや、いらねえよ、スイカ。いや、ガチですよ。え、ス
喜ばれると思ったの。確かに嫌いじゃん、こいつ。ほら、スムージーの時。確かに喜ばないスイカ。食べるじゃん。あ、これ食べた。めちゃくちゃいらねえな。いくらだったの。これで700円。安いね。それは安いでしょ。安いけど、いらねえな。食いたいよね。のこういう距離だって食わないだろ。あ、絶対そうです。嬉しい。どうやって。私初だわ。誰？あれ、これじゃないの。僕、この音じゃないっす。違う。あるよ。やってるよ。もう生まれます。やってるよ。いや、僕じゃないっす。ああ誰？これじゃないよ。これでもないよ。僕じゃないよ。ないっすね。お前だよ、お前。やってんじゃん。もう俺だね。もう結果がない。この辺でやってんだろ。これのもうパイプにしてあるよ。え？だってお前しか出てる。怖いこと言うなよ、お前だって。え、持ってるよ。持ってます。持ってるよ。なってないよ、だよ。なってない。あ、ごめんな。なってないでしょ。うん、なってない。ほんとお前のじゃん。うせえな。しつけえし。やっぱ藤田さんも。僕じゃないです。出て。何？え、何何？どうされました？嘘でしょ？嘘でしょじゃねえ。え？嘘でしょ？鳴らしてよ。鳴らしてる。え？いや、こいつ嘘でしょ。な、な、わ、わ、わお前、ふざけんなよ。愛苦しいな、お前は。お前は何かが当てたのか、もう一回かけようか。スイカだよ、スイカからかかってきてる。嘘でしょ、本当だよ。何ですか。吉本とか。吉本のスイカからじゃん。誰がスイカからかけてきてんだよ。いや、お前スイカ嫌いって言ってたからさ、こうやって守ってくれてたんじゃない？何か外敵から。守るってなんだよ。好きになってなれた？スイカ。何、ますます嫌いになった。おい